アルバン・ウィリアム・バークリーは、アメリカ合衆国の政治家、同国第35代副大統領、ケンタッキー州選出連邦会議員、同州選出連邦上院議員、連邦上院で、多数党、少数党の院内総務を歴任した。1877年11月24日に、ケンタッキー州、グレーブス軍楼の近くのマルタゴーヤで誕生し、ウィリー・アルバン・バークリーと名付けられた。 両親のジョン・ウィルソン・バークリーと、エレクトラ・エライザ・スミス・バークリーは、新人深い子作人であった。同州・クリントンのマービン・カレッジに入学、スピーチと討論に優れた、彼は、1897年に同校を卒業し、ジョージア州オックスフォードのエモリー・カレッジに入学し、デルタ・タウ・デルタに加わった。1900年に卒業し、その後バージニア州シャーロッツビルの、 バージニア大学法律学校に入学した。彼がウィリー・アルバンからアルバン・ウィリアムに改名したのはこの頃であった。1901年に放送会入りし、ケンタッキー州マクラケン軍のパデューカで弁護士業を始めた。1905年から1909年までマクラケン軍検察官、1909年から1913年までのマクラケン軍裁判所の判事を務め、 都市の住民よりむしろ農民に同調したシンポニンとして名声を築き上げた。そのエネルギッシュで気さくな選挙活動と巧みな演説技術はバークリーを地元の民主党における有力候補とした。彼は1912年の議会予備選挙で3人の対立候補を破り連邦会議員となった。ケンタッキー州第一選挙区で 民主党から第63議会及び次の6つの議会への会議員に選出された。会議員として、禁止法の改正及びボル、ステッド法の延長に尽力した。彼は1923年のケンタッキー州知事選において、反石炭ギャンブルの活動を引き、州全体にその名が知れ渡った。バークリーは民主党知事候補指名を僅差で失ったが、 選挙におけるその唯一の敗北は、1926年の上院選への出馬を助けることとなった。選挙戦で彼は、ケンタッキー州における知名度を高め、遊説において1日最大16回の演説をこなすことで、鉄人、アイアンマンの愛称を獲得した。1926年に上院議員に選出された。 1932年、1938年、1944年、1954年に再選され、1927年3月4日から1949年1月19日の彼の辞職まで同職を務めた。また、1937年から1947年まで院内総務、1947年から1949年まで少数院内総務を務めた。 1932年のシカゴにおける民主党全国大会で基調演説を行った。同大会ではフランクリン・ルーズベルトが大統領候補に選出された。また、1936年及び1948年のフィラデルフィアにおける民主党全国大会でも基調演説を行っている。1933年12月に、 民主党カンファレンスの副議長及び上院院内総務ジョセフ・ T ・ロビンソンのアシスタントとなった。彼はロビンソンとともにニューディール政策関連法の可決に取り組んだ。例えば証券取引処方、全国労働関係法、社会保障法などであり、これらは1934年から1936年にかけて上院を通過した。 1937年の司法手続き、改正法案が実施される間にロビンソンは死去し、バークリーはミシシッピ州選出連邦上院議員のパット・ハリスンと院内総務の座を争った。投票では38対37と1票差でハリスンを破ることとなる。バークリーの最初の妻のドロシー・ブロワー・バークリーは長期の病気療養の後1947年に死去した。 そのような個人的ロ苦クにもかかわらず、バークリーの公的人格は高く評価された。彼は最も人気がある民主党員として格付けされて、ルック氏の最も魅力的なアメリカ人の座をドワイト・デーアイゼンハワー将軍と争った。外交官のダグラス・マッカーサー2世は娘婿である。1948年にトルーマンの伴奏候補者に選ばれ、 1949年1月20日から1953年1月20日まで副大統領を務めた。1952年に民主党の大統領候補の指名選挙に立候補したが、恒例が理由でイリノイ州のアドレースティーブンソン州知事に敗北した。彼は連邦上院議員に再び選任され、1955年1月3日からその島で同職を務めた。 彼は、バージニア州レキシントンで死去し、ケンタッキー州パデューカの近くのローンウォークロードのケントン散墓地に埋葬された。彼の栄誉にちなんで、エモリー大学の討論クラブが、バークリーホーラムと改名された。ありがとうございます。